ロベール一世老公は、ブルゴーニュ公。フランス王ロベール二世の息子で、アンリ一世の弟。1030年に、母、コンスタンス・ダルルに押され、兄のアンリ一世と共に、彼らの父王ロベール二世に対して、反逆を起こし、アンリは、ドルーの城を、ロベールは、ボーヌとアバロンを略取した。二人は、ディジョンにある、サンベニー修道院のギヨームとボルピアーノの命での、 先導で父と和解した。その翌年の1031年に、父ロベールに追放御後、時系の新王アンリ一世に対する反乱が起きた。ロベールは母、コンスタンス・ダルルの援助を受けて、これに加担したが、アンリ一世より、ブルゴーニュ公国を贈与されたことにより講和を結んだ。ロベールは、暴力的かつ気象が激しいことで有名であった。 ブルゴーニ広告治世中のロベール一世は家臣を取り締まれない、強盗騎士でしかなく、自分の領地の中で特に教会を頻繁に荒らし、大ー主教区の所得とディジョン、司教座聖堂参事会からワインを奪い取る、等の略奪行為をしていたほか、オセールのサンジェルマン修道院にも荒らしに入った。ロベール一世は1033年頃に、また10枚に当たるエリードスミュールと結婚し、 四男一条を設けた。しかし、1048年に、ロベール一世は、妻エリーとは、近親結婚であることを教会に主張し離婚し、必然的に、エリーの実家であるスミュール家との関係が悪化した。晩餐会で、ロベール一世は、ダルマス一世と喧嘩になり、それに介入した、ダルマス一世の四男で、エリーの弟ジョスランドスミュールともども、 双方怒りに任せて殺害、もしくはオセールのサンジェルマン修道院を襲撃して、ダルマス一世を暗殺したとされる。この事件により、食材として、ロベール一世は、ローマへの巡礼とスミュールアンノーソワ教会を建設した。この教会の左側の中廊には、ロベール一世のダルマス一世殺害場面が描かれ、彫刻されたレリーフが存在する。離婚後のエリーは、 マルシーニ修道院にこもり以降、歴史家によれば、なお、ペトロニーユと改め、二層として晩年まで過ごしたた、数年後に亡くなっている。二人目の妻に、アンジューハクフ古く三世の娘で、ガティネハクジョフロア二世の未亡人にエルマンガルドを選び、彼女との間には一女が生まれた。エルマンガルドも、前妻エリーと、同様オロベールの、また十枚に当たる。 ロベール一世は1076年に死去し、次男、アンリの長男ユーグ一世が行為を継いだ。ありがとうございます。